復元された高瀬船等都市を流れる運河、高瀬川にて、川の名は高瀬船にちなんでいる。高瀬船、高瀬船とは、日本各地で使用されていた川船、川船の一種。上代から中世にかけて、主に河川で用いられた喫水の浅い小船と、近世以降に普及した川船の代表として、各地の河川で火脚の輸送に従事した船とに、大別される。 高瀬船は火星や船海を航行するための木造船である。高瀬船という語の書室は平安時代前期に編纂された歴史書日本三大実録の巻四46の元行8年9月16日上に見られる以下の記述である。原文字は旧時代。約くものは現代の補足。16日記有。霊下二王三丹場両国一。 各像二高瀬船三層一、その二層長三条一尺、広志五尺、二層長二条一尺、広志五尺、二層長三条一尺、広志三尺、総中上泉炎上、日本三大実録巻き四十六期二元行八年六月、一陣二元行八年十二月一、書き下し文字は新字体、文は文語体、振り仮名は歴史的仮名遣い、 十六日帰遊。大見丹波両国をして、角高瀬船3層作らしむ。その二層長三兆一尺、高5尺、二層長二兆一尺、高5尺、二層長三兆一尺、高三尺,尺,尺,尺、上泉江に送る。口語訳文は、高語体。振り仮名は現代仮名遣い。角括,括弧、内は文位を整えるための補足。丸括弧内は補足解説。 9月16日旧、朝廷が近江、大海、丹波両国の国人に命じて、高瀬船を3艘ずつ作らせる。それら、6艘、すなわち、長さ3畳1尺、幅5尺の2層、長さ2畳1尺、幅5尺の2層、長さ2畳、幅3尺の2層を、上泉園に送る。利根川の高瀬船、千葉県立石屋土城博物館肖像の近現代の写真。 中世の高瀬船は、船体が小さく、高瀬で、船底が深かった。近世になると船体は大きくなり、船底は平たく浅くなった。近世以降に普及した方の高瀬船は、室町時代末期頃の備中国、三正国の使用参加船などで使用され始め、江戸時代になると、日本各地に普及し、昭和時代初期まで使用された。搬送、もしくは、 馬や人が引く方法で運行され、物資の輸送を主な目的としていた。主な輸送物資は、岡山においては、年具米や木材、塩、海産物、醤油、酒などがある。角倉領衣、祖安親子が開作して、京都、伏見間をつないだ運河、高瀬川は、それによって、流星を始めた、当地域における高瀬船への運行にちなんで名付けられた、ものである。 描かれた高瀬船、葛飾北斎、富岳三十六系上州牛堀、名所浮世絵揃い物、富岳三十六系の第十九系。この一枚は多色釣りで、つまり西系であるが、初釣りは合釣りであった。北地区に行き方軍、牛堀村を描いている。当時の牛堀は、富士見の名所でもあった、霞ヶ浦の南端の水橋で、鹿島や銚子などへ向かう航路として往来が、 盛んであった。なお、実際の霞ヶ浦は、富士山が見える東端に近い地点であり、これほど大きく見えたわけではない。朝霧の中、足茂る、水の上に一層の大きな高瀬船が浮かんでいる。湖は帆柱ごと畳まれていて、船出にはまだ湖がある。このような船の船乗りは、陸の宿には滅多に止まらず、船上で寝起きするものである。船主近くには、作りの しっかりした切り妻屋根を設けた部屋がある。男の一人は、下下きの支度をしており、屋根の板を外し、船外へ身を乗り出して、鍋の中の時汁を捨てている。その音に驚いて、足の茂みから庭の白鷺が飛び立っている。近世以降に普及した高瀬船は、広まってからというもの、日本の川船の代表する存在となり、大小様々なものが建造された。微中国。 三雅各国の主要三河川でも、山城国の高瀬川、駿河国の富士川、下宇佐国の利根川でも、河川周運を担う最も重要な川船であった。近世以降に普及した高瀬船は小船であり、コア一端の布を細い綱で絡めて連結したもので、中央の帆柱、帆桁、小綱で支えられており、船体内部は針板で区切られ、それぞれ表の間、銅の間、 友の間と呼ばれている。先導は、へさきの縦板に立ち、竿で岩を避けつつ操作した。近世以降に普及した高瀬船の大きさがわかる。資料としては、小家文書、お師範お手船新層注文帳がある。これは、お師範が、高瀬船一艘を新造した文化十四年の注文書である。それによると、注文した高瀬船の大きさは、色地長二広一尺。 横同時期一条三寸、敷板厚一寸六分、幅七十八寸、区間五寸というものであった。その大きさのため、川を下る時は、矢倉などを使って下り、反対に登る際には帆を張って、風の力で進んだり、人力で網を引っ張り上げたりした。近世以降に普及した高瀬船の船乗りは、陸上の宿に泊まることは、ほとんどなく、船上で寝起きしていた。 川水を飲料水に使用し、釜や瓦別水などの水事道具や布団を積み込んでいた。浮世絵師、葛飾北斎の手になる、富岳十六系上州牛堀には、水上生活者の範疇にある彼らの暮らしぶりが書き込まれている。近世以降の高瀬船は、土足で入ると縁起が悪くなると言って、水できれいに洗った足中を履いて、船に乗った。 高瀬船が沼みして、三峡の船地を登るのは大変な重労働であった。岡山では、船頭は川底に竿をつけ、その橋を自分の胸に当て、船をに向かってふんわり歩いて船を押し進めながら、錆び声で手まかせかを歌う。よういやなあ、ソーリア用赤いやつを出して、よう洗濯しとるのを、真庭市勝山の高瀬船の関連移行勝山町並み。 保存地区裏の高瀬船発着場真庭市勝山の旭川菓子にある船宿跡岡山県真庭市勝山にはかつて高瀬船が行き交っていた発着場が残っている。かつてここでは川下から塩や海産物、干しエビ、畳表などの生活必需品の多くが高瀬船によって山間部へもたらされ、さらにここから山中地域へ送り出されていた。そして、 山中地域からは、木炭、米、こんにゃくなどの物資を積み下ろしたりなど、物資の集産地になっていた。岡山方面への船は、午前中に湖をし、落合で一泊した後、翌日、岡山まで下る。その翌日に荷を下ろし、終わり次第戻って荷を積む。岡山からの帰りは4日程度かかっていた。江戸時代中期にあたる教法17年の、 高田村絵図に描かれた高瀬船の発着場は現在の中国勝山駅の裏あたりであり、浜と呼ばれ、岡山まで18里、蔵から年具米を積み出していたと思われる。明治時代には370艘ほどが稼働しており、そのうち、落合に100層、癖に30艘、勝山には48艘程度の船が発着していた。高瀬船をかなり詳細に描いたものとしては、 霞ヶ浦に停泊すると根川の高瀬船を描いた、葛飾北斎の名所浮世絵、富岳十六系上州牛堀や、江戸本所の四木通用水での高瀬船の引き船の様子を描いた、歌川広重の名所江戸百軒四木通用水引き船などがある。他にも、多くは画面上の脇役としてではあるが、浮世絵師を中心に様々な絵師によって描かれている。 森尾外の短編小説、高瀬船では、江戸時代における京都の高瀬川と高瀬船が物語の舞台背景になっている。高瀬船洋館岡山県真庭市の落合地区では、明和元年以来の伝統和菓子である落合洋館が、港湾社の老舗、古宮洋館をはじめとする、いずれも老舗のご業者、ご店舗によって製造、販売されているが、 古宮洋館では主たるバリエーション商品として、高瀬船洋館も製造、販売している。開発時期についての情報は確認できない。中身は昔ながらの田舎洋館であるが、パッケージデザインを船型にして、旭川の河川集運を担った、高瀬船にゆかりある土地柄にふさわしい商品となっている。また、名称こそ違うが、古宮以外の四業者も同様に、 船形の外装で高瀬船を表した商品を製造、販売している。ありがとうございます。